本のいっぱいある部屋の2階。本のいっぱいある部屋の2階。おっせ、おっせ、こっちかな？あ！本がいっぱいある部屋、これだ。ここか！階段やないか。ここや！あ、ちょっと待った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 。警察官やないか、この人。あ、どうも、お勤め、ご苦労様です。貴殿は、ルシウスと申します。身どもはルシウスと申すでござる。よし、ここか。ちょっと待って、ドックンって今鳴ったな。あ、十字架があるってことか。親父がいるやないか。しかもこれ、違う、親父がいるね。何してんの。うん、そしてこの家の中に多分十字架があるな。ルシウスが能力を使えない。どこだ。とりあえず、え、どうしたらいいのかな。もう普通に銃と弾取っていいの、このまま。寝室に大事な書類を取って置いてきてしまった。取ってくれないか。寝室？なるほどなるほど。寝室っていうとどこだ。お父さんの寝室どこだ。ルシアスの部屋の正面、あ、ルシアスの部屋の正面か。はあ、了解です。子供の部屋の前の正面を寝室にするって、そこで夜の営みしててルシアスが起きて、そこの部屋ガチャンって開けたらどうすんの、この夫婦は。アホちゃうか、ほんと。なん、家族計画か、それも一つの。よいしょ、こっち。夜の勉強。あ、なるほど。それで家庭教師の先生には普通に一般的な、その、一般常識というべきの、その、授業をしていただいて、で、おかんとお父さんは、今後の、その、なんだろう、こう、その、人生においての、その、大事な、なんかこう何かを教えるために、そういうのを見せつけるってわけやね。なるほどな、うまいこと考えてるね。大家族っていうのは、金持ちの大家族っていうのはよくわからんことをするっていうのはよく聞きますけども。で、寝室ここやないか。寝室のところに大事な書類を置いてしまった。これか？これだね？よし。よし、大事な書類を取ってきた。じゃあ父さんに持って。違いますよね。おい。それ言うわな。お、見つけた書類だ、パパ持ってきたよ書類って感じで、おいおいルシウス、それはパンツって言うんだよっていう感じにねえなるからね。あ、よしよし。There is also a key near the papers. Look like the drawer key. 何それ、ドロワーキー。あ、ちょっと待って、なんか鍵があったね。イエーイ、なんか手に入った。え、ちゅうことはこれもしかして、もしかして、もしかして、どっかに多分鍵がかかってる場所が。お、なん、あ、別になんもないか。うん、戻って、あ、戻るの、あ、了解です。その辺金庫の番号があるはず。
その部屋番号、金庫の番号。ほう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 。了解です。これ、なの？ここだけなんか隔離されてるの怪しいな。気のせいやったか。ちょっと 3D 酔いするかもしれないですけど、申し訳ないです。ちょっと探索をね、しないと。このゲーム、オートセーブ。にゃり。ママ、ヤッホー。ヤッホー。Lucius, you scared me. え？実の子供に対してお前が怖いって言うなよ！よし、更新された。I found small paper with the number 0606-1966。 じゃあねー、じゃあ戻りましょう。もうお母さん情緒不安定なんですね。うん、本当にもうルシウスなんかこうやって落ち着いてお父さんの書類をね取りに行こうというね、渡しに行こうとしてるのに、こうやってパンツもちゃんと持ってね、早くお父さんのところ。了解です。お父さんの部屋に行くにはこっちか。とりあえず、金庫の番号もね、ちゃんと、調べられたんで。初見、生鎌首さんや、ありがとうございます。はじめ、初見の方、いらっしゃいませ。これをね、父さんに見つけて、父さん、書類もできたよって、ルシウス、ありゃ、いや、ルシウス、これはね、パンツって言うんだよって感じにね。ほら、パパ、違うっぽいな。でも、まあ、せっかくだから、ここに置いとくね。あれどこ行った？あれあれパンツどこ行った？パンツ、ああ、あったあった。こんな隙間に行くってパンツ。しかももう取れなくなってるし、パンツ。もう、ショック。では、書類はこれか。はい、持ってきたよ。そして、お、どうしたどうした？この間に0606-1966、 OK、 ここまで調べやっちゃうわけだね。ん？ここか。ん？0606-1966。ん？どうしたらいいのこれ。これどういう仕組みですか？あ、66196ってことか。了解です。はい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 、こういうことか。ありがとうございます、コメントで。これ、あれ？6、6、9、あ、ここで66か。イエーイ。いいもん手に入ったぜ。そして、I found a gun inside the safe, but it's not loaded. When my teacher can find something, he gets reallyfrustrated that they make his mind weak. 机の下の棚、この机の下の棚っていうとここですね。机、あ、ここか。あー、パパなんてもの持ってんのこんなところに。いいもの手に入ったぜ。けどその代わりパンツが取れなくなったのがちょっと悲しいけども。あ、そうか、アイテム構成しないといけないですね。了解です。で、はい、さて、ん、で金庫に入れる。あ、もう一回開けないといけないのか。ちなみにルシウスは銃を撃てますが、その途端ゲーム、あ、そらそうだわな。はい、そらそうだわ。
で、じゃあこれで金庫の中に銃をしまうのか。え、金庫じゃない？あ、そうなんですか？了解です。置いてっちゃダメ。あ、了解です。でもちょっとパパにあの金庫開けっぱなしだったら、え、なぜ金庫開いてんだ、まさかルシウスって感じにならないように扉を閉めておいて、パパがこうやって会話をしてる間に、玉を込めて、あれ玉を込めましたよ。じゃあ先生のところに行こうか。先生って。先生、あの、人が死ぬっていうのはどういう風に人が死ぬとどうなのかを先生見本になって教えてって感じにやっていこうと思います。先生のいるところやから、先生のいるところやから。オッケー。ここから、ここから行った方がいいや。あれ教室同じ階でしたっけ？ちょっと戻ろう。とりあえず戻ろう戻ろう。いやーでも本当に静かになっちゃったな。いろんな人がいたはずやのに。まあそれもこれもルシウスのせいなんですけどね。やっほー。違う。で、こっちか。じゃあトイレやないか、これ。あ、ここか。違うよ、お父さんの部屋やないか。こっちでしたっけ。忘れられ、あれ、こんなところに本置いてたっけ。あ、これまさか先生があのルシウス迷子にならないようにということで目印にしてくれてたんだね。先生優しいなぁ。もう先生好きだよ、好きだったよ。そんな先生が好きだったよ。じゃあ先生さよなら。ボックのーす。あぶねえ。ボックのー好きだった先生。で、多分、皆さん、私は気づいてますよ。これですよね。さあ、先生。はい。じゃねー。はい。じゃあ今日で3人目？じゃあ4人目か。4人目の、はい、死者でーす。もう目がだってもうね、黒いところ、しかもちゃんと先生分かってはるな。ちょっと確かね、銃その自殺するときに額にこの頭のところにくっつけた状態だったら確かね苦しんで死んじゃうはずなんです。ちゃんと話してましたよね、距離。あれするとなんか一発で即死っていう話聞いたことなんですよ。あ、頭じゃない、口やつじゃっけそれって。なんかそんな話聞いたんだよ。なんか銃口突きつけた状態だと、銃口突きつけたとか、こう、なんだろう、くっつけた状態だったら、っていう、まあ忘れたけど。まあでも、新たな死者が出てきましたね。頭より口に放った方が確実。なんで爆発が一応ね、口の方が確か、一発で即死で。え、次は確かメイドに入浴シーンがあるだと。楽しみじゃの。生放送は初見、ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。だってこんな長時間放送することなんてなかなかないもんな。
なるほど、口の方からが薄いのか。へー。お、もう23時45分。これ、もう一人ぐらいいけるかな？ですね、宿女の清める姿をやっとこの目に焼き付けることがね。今度全画面隠ししといた方がいい？わかりました。じゃあその準備をしときます。全画面隠しできるやつあるかな？まあもし気になるって方はもう本編をね、買っていただくしかないですよね。もう。じゃあ、とりあえず。まだここ大丈夫だよね。ここまではここ大丈夫だよね。いきなりなんか殺す、この、次のターゲットはってところでいきなりもう入浴シーンになってるってところないよね。そんな水戸黄門様みたいな感じのことないよね。ないですね。大丈夫？了解です。大丈夫であればよかった。でもどうせあれでしょ、スーザンでしょ、熟女メイドでしょ、あんなのがメイド喫茶に行ったらめちゃめちゃ嫌やわ。スー、めっちゃブレてるし、目がブレてる、ブレてる、顔もブレてる、ブレブレになってる。このビッチが、このビッチがどんだけ男、どんだけの男をさ、そこの、この別荘に、別荘に突っ込んできたんや、おい。この別荘に、もしくはボボに、おめこさんによ。まあいいや、とりあえず読もう。ハウスメイドスーザン、she's talking care to care of the laundry。taking か。taking care ということは、コインランドリーってこれ、洗濯する場所だよね。確か車とかエリアのところですね。ランドリーに行くってことだね。行きましょう、ランドリーに。コインランドリーの方にね。あれ？こっちだけど。I'm sorry, Lucius, darling. I was just thinking about how lucky we all are. OK。もうお母さんは何言ってるか分かりませんので、無視していきます。熟女か。それもまたいいなって思うんですよ。もう、やらしい子ね。こっちじゃないわ。こっちか。ここだ。コインランドリー。まあ、洗濯部屋ですね。来た。さて、ここで何を見つけるんだ？その前に十字架を直しとこう。えい。さて、ここで、お？開けたはいいけど、別に何もないよね。うん、十字架を上げた。さてさて。洗濯機の上にアイロンがある。ああ、了解っす。洗濯機の上にアイロン。あれ？あ、ちょっと待って。これ前なんか調べて。にやりと思ったけど違うな。まだ使うところじゃない。あ、了解でーす。あれ？洗濯機の。あ、あったあった、アイロン、アイロン。アイロンあるけど、これ、あれ？もう完全にルシウス、行儀悪いスタイル。あれ？ちょっと待って。あれ？ルシウス？あれ？ルシウス？あれ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 ？ルシウス？もしかして、お前。あ、よかったよかったよかった、積んだと思った、びっくりした、本当にびっくりした。あれ、ルシウス、あれ、お前もしかしてと思った。危なかった、ほんまにハマったかと思った。本当にまたチャプターの、このチャプターの最初からになるとかった。でもアイロンの何でしたっけ、スーザン来たね。はい、休憩からお帰りなさいませ。ハローダーリン、俺はお前のことを犯人と思った筋合いないぞ。え、アイロンの上、洗濯機の上の棚を探して、洗濯機の上の棚、あ、あった！アイロン！
こういうことか。いい。これで何が起きてるのかわからないけど。あ、こういうことか。で、取ると。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ルシウス、いや、ルシウさん、悪魔の子だからといってね、そういうね、奇抜な持ち方するのはやめてもらおうかね、ちょっと。ねえ。さすがにさ、ちょっと。なんちゅう持ち方しとんねん、なんかもう、とっくりを、なんか、とっくり持ったお酒を持った君ような感じに。ぶら下げてるやん、バレるやないか、そういう悪魔の子っていうのバレるやないか、ほんまに。普通の子じゃないってことを。いか落とそうか。あれ？あれ？あれのどこ行った？あれ？あれ？あれのどこ行った？え？あんなとこへ戻ってる？あれ？嘘ん。ちょっと今、スーザンいない間に。よしよし。で、どう？また浮かせるんか。ちょっと待って。ああ、普通にやってくれたけども。洗濯機を壊す。あれ？また戻った。あ、わかった。洗濯機を壊すってことはこういうことね。なるほど。はい。やかましい音鳴らすよね、これは。で、このおじさんが、おいおい、アイロンなんて選択してんのかよっていうことなのか。あ、アップデートされてる。よしよし。はーい。はーい、ビッチスーザン。で、I have managed to break the washing machine. Susan cannot wash my, wash anymore clothes. She says she's going to take a shower. なんだ、仕事できないんじゃ何もできないじゃん。シャワー浴びよう。これで洗濯ができなくなったスーザンはシャワーを浴びに行くだろう。なるほど。静かちゃんやな、本当に。ドラえもんの。どこだったっけな。ちょっと待って、思い出せ思い出せ。俺はど覗き2回なん。なるほど、浴室の覗き部屋の風呂反転だから。あー、のび太さんのエッチーみたいな、ルシウスさんのエッチーみたいな感じね。ちょっと待ってよ。ここだ。ここでござる。ここでござる。は、え？何このムービー。あれ？え、何だったの今。え、合ってるでいいんだよね。A cross was affecting my powers in the bathroom. I turned it. Susan is.On her way to take a shower in the very same bathroom. なるほど。わかったぞ。じゃあ、皆さん残念ですけども、ここからは、お風呂に入ったってことですので、ちょっと待ってくださいね。